青木です。私の研究室ではソフトウェアの対する訴訟する手法について研究を行っています。まあ現在ソフトウェアは我々の身の回りのさまざまなところに使われています。例えば自動車であったり携帯電話であったりテレビであったりそういったところに使われています。しかしながらまあそういったソフトウェアですねに誤りが含む含まれているまあそういったものは少なくはありません。まあ実際ニュースとかえっ、ー、と新聞とか見ているとそういった誤りがありましたよということでよく報告されています。で えっと、そういったソフトウェアに誤りがあると、何が起きるかというと、まあ、社会が混乱したり。えっ、ー、と、まあ、莫大な金銭的な損失が生じたり、まあ、場合によっては人が死んでしまうわけです。そこで、まあ、たらさを負傷する、まあ、ソフトウェアたらいさを保障した、する手法っていうのが、まあ、必要になってきています。まあ、現在、企業では、まあ、なるべく、まあ、誤りが残らないというふうに努力はしています。しかしながら、取り除けていないのが現状です。まあ、現在、企業で使われている方法というのは、テストとかレビューといった方が中心です。 それでも取り除けてないということは、まあ、そういった技術に限界が来ているということで、まあ、新しい手法が、えー、と待たれていると。そこで現在形式手法とかけん、えー、形式手法とか検証,検証といった技術がすごく注目されています。で形式手法検証技術というのは、まあ、1960年代、えー、とヨーロッパを中心に研究が始まった行われていたと分野です。で、えーとまあ、形式手法検証というのはあの、まあ、科学的根拠に基づいて ソフトウェアを開発したり検証したりする技術ですで我々の研究室ではその形式指検証といった技術を実際のシステム開発ソフトウェア開発に応用するための技術であったりそういったものを研究を行っています実際現在も自動車メーカーや電機メーカーと一緒に共同研究を行って形式指標検証の基礎理論から実践まで幅広く研究を行っています